行きたくてキエフに、その劇踊れる舞台もすごい日本にはない綺麗な大きい舞台で、いろんな方たちとこう練習できるのが楽しみだったんですけど、残念です。京都のバレエスタジオに通う伊藤風花さん、京都ノートルダム女子大学の2年生です。4歳からバレエを始めて今年で16年、中学や高校生の時にはロシアなど海外のバレエ学校に留学しプロを目指してきました。現在も留学に備え通っている大学は休学中です。おばあちゃんがバレエの衣装とか可愛いからしてみるって聞いたらしくて、そしたらするって。海外で踊ることを夢見る中、今年日本ウクライナ外交30周年を記念したキエフバレエ団との合同公演の募集が。舞台はウクライナ国立歌劇場、およそ30人の出演者が募集されました。関西のバレエ協会の先生方がこう出演許可をしてくださって、できるんだろうかと思ったんですけど、でも楽しみで早く練習したかったんですけど。しかし先月、ロシアがウクライナに侵攻。6月に予定されていた公演は中止。出演者に選ばれていた伊藤さんにも中止の知らせが届きました。いろんな方たちとこう練習できるのが楽しみだったんですけど、残念です。バレリーナの願いを奪ったロシアによるウクライナ侵攻。いつかキエフの舞台へ。伊藤さんは今練習に励みます。キエフも芸術のすごい盛んなところで、勉強できることも多いと思うので、早く終わって踊れる機会が来たらもう絶対行きたいなと思っています。